の料理は三玉皿ですね。いろんなおかずがね出てきますよ。月1回やってるんですよ、平日プサンお食事会、韓国料理です ね。ランチもやってますよ。そうそうそう、今日はよく紹介する肉肉亭のあのタレをですねお持ちしました。赤い方が辛口、白い方がちょっとまあ甘口に近いかな。これあのもんで漬け込んで焼いてもいいし、まあ、そのまま漬けてもいいし美味しいんですよ。ちょっとこれでよかったら今日ね食べてみて、はい、お味の方を聞かせてください。鳥海にあるお店でね結構お客さん多いですからね、要予約店ですね。肉分厚くない？すごいね。毎月ねソフトドリンク飲み放題食べ放題で3,000円、ね、お酒飲む方はね飲み放題で4,000円でやっています。はい、そして管理人のですね、我が阿蘇坊会の管理人の一人であるジャスミン上田です。よろしくお願いします。はい、あのちょっと宣伝してもらっていいですかね。阿蘇坊会の宣伝、はい、阿蘇坊会について少し説明させてます。はい、今年で13年目です。今年会が発足して13年目、福岡をはじめ全国のいろんなところに阿蘇坊会として、はい、まあ、で福岡が本部ですけどね、福岡がまあ本部ということで、はい、各地区にも分会があります。はい、ま、で管理人はうちは今6名います。6名ですね、はい、はい、ちゃんとしごき上げていますよ、はい、皆さんでチームワークと仲間意識絆を持って精一杯楽しんでいこう。今日 T シャツは2012年です。これはですね8年落ち。お肉はさ分厚いね、ほんとに、ね、美味しそう。今日はさこのね肉肉亭のさ美味しいタレでちょっと食べよう、はい、ね、ありがとうございます。肉肉のタレはどうですか、食べてみました？美味しいね。辛口がいい？そんなに辛くない？大丈夫、そんな辛くない。そうそう、これ買いにあるんでぜひ。安いんですよあのセットね、1500円で肉がめっちゃいいお肉、宮崎のお肉を使ってますよ。一体会をやりますので僕は問題を言います。丸か×か。今日持ってきましたこれで何か当たるんですよ。丸×ということで当たったら何あげるんですか。それで当たったものはここに景品はありますので、島がつく県47都道府県で島がつく県が、あります。今ねクイズ大会やってますね。という人当たるとジャスミンからプレゼントがあります。はい、下ろしてください。今日はね司会進行をね任せてますけど、まあぼちぼちやってますね。腹が出てませんね。4人います。有名な人はもうプロ野球界における神様と言われた川上哲也。大体景品付きの感じですと、まあ、大体中学生程度の問題なんですけどね。自信はありますか？無視か。いやいや自信はあります自信はあります自信はあります。あと2つ、あと2つ、あと大人2人、いきまーす、はい、最初はグーじゃんけんぽん、感謝感激雨あられ、うん、でもねガリガリのね上田チャンネルとかおかしいやん。芸能人の食べてなんぼやん。痩せますからね、うん、何キロ痩せるん。夏が悪いね。